葛飾北斎の代表作富嶽三十六景です。江戸時代の後期、1831年から1833年頃にいろいろな場所から見える富士山を大胆な構図で描いた作品のシリーズです。こちらは丸い大きな桶の中に四角い田んぼと小さな三角形の富士山が見える面白い構図の作品です。夏の朝の風景です。朝焼けに染まる富士山と鱗雲が浮かぶ青い空が鮮烈な印象を与えます。期間中、富嶽三十六景の46作品すべてが公開されます。岡山市の岡山県立美術館で開かれている特別展には、葛飾北斎と歌川広重の作品など合わせて213点が展示されています。歌川広重の出世作、東海道五十三次のうちです。東海道の宿場の風景を描いた作品のシリーズです。こちらの作品では、突然の夕立に帰りを急ぐ旅人の姿が描かれています。また江戸の風景を描いた広重の代表作、名所江戸百景のシリーズ作品も展示されています。こちらには歌川広重の遺言状が展示されています。特別展では名作とともに二人の人生をたどることもできます。素晴らしかった。北斎はちょっと大胆で、広重は鮮やか、よかった。実感が足りないぐらい。あんなに一生懸命ライバル意識を持ってた広重さんが62歳で亡くなったことにすごいショック。ただ名品だけを紹介するというものではなくて、まさにその北斎が富嶽三十六景に至るまでどういうことをしてきたか、そしてそれを受けた広重がどういう風景を描いていったかということでですね、2人の挑戦の様子を探る展覧会になっています。特別展北斎と広重富嶽三十六景への挑戦は来月7日まで開かれています。